れば柱稽古編エンディング聞いていきましょう。ぜひとも皆さんグッドボタン、チャンネル登録、ボタンよろしくお願いいたします。ということで今回は前情報一切なしで聞いていくということで、誰がアーティストをやってるかわかりませんで普段は僕の視聴スタイル的にはアーティスト情報とか歌詞っていうのを先に読みます。まあ歌詞に関してはね、曲と一緒に聴いてしまうと僕はねおつもが弱いんで、歌詞がすぐにこう理解できないんですよ。だからちゃんと読んでから曲をね、ファーストリアクトっていうことで、聴いていくわけなんですけども、オープニング、今回ちょっとオープニングは先にハイドさん、そしてマイファスがやられているっていうのを、知ってましたとね。ただ歌詞の情報はまだ時期が早いんで、出てないっていうことで、そこだけは知ってました。だから同じように歌詞の情報がまだ出てないんだったら、ちょっとファーストリアクトのあり方としてね、アーティスト情報も見ずに挑んでいくって、そういったイエイって感じですでも1秒だけは聞いたね。本編で義勇さんの回で1秒だけは聞いて、なんか雰囲気いいなみたいな、はい、1秒でわかるよね、いい曲かな、どうなのかなみたいな、1秒でこれはやべえなっていう、なんかちょっとロック感があったよね、あーみたいな、わかる、あの1秒でかいよ。もう一個、基本的にね、僕は頭が本当にね弱い方でございますから、お犬様もびっくりぐらいのね、記憶力でございますから、なんか普段僕と一緒にね、アニメリアクションを楽しむときは、ちょっと赤ちゃんと一緒に見てるぐらいの感覚で見ていただけると、なんかコメントもらって、あれ、ジョニキ一周はしてるんすよねって言って、なんか記憶が結構抜けてるけど、普段見てる作品大丈夫みたいな。で、結論を言うと、アニメはね、一回見たら、7、8割方はね、覚えます。で、残りの2割のところで、あれ、これってどうだっけみたいなことはあります。だから2周目だったりとか、コメ欄で、完璧になっていくみたいな。そういった感覚。で、漫画だと、漫画しか見てなくて、アニメをそこから見ますってなってくると、今回の鬼滅がそう。だから、俺は漫画は一周はしてます。はい。で、久しぶりでございますから、何年ぶり？ね、なんか4、5年ぐらい経って今、アニメになってるわけじゃないですか。だから、ちょっと、いろいろと記憶が曖昧ですよね。だから、柱稽古が行われるとか、あれがあって、これがあって、それがあってみたいなことは、当然ね、いろいろと知っております。だがしかしみたいな、細かいところでね。だから、義勇さんのあの羽織の話とか、うわマジかーみたいな、義勇さん、うわーってこう、なってたんで。だからちょっとね、安心してください。そのコメントは、だから一緒に見てるんだけど、こいつ記憶大丈夫かっていう気持ちで書いたと思うんでね。7、8割方大丈夫。残りの2割は不安感を持っといて。だからコメントいろいろ書いてくれると、基本全部読んでるから、めちゃくちゃ助かるっていう、そんな、こんな、今日この頃でした。ということでさ、聞いていきましょう。ということでね、誰がアーティストとしてね、今回担当しているのか、楽しんでいきましょう。レッツゴー！ほら、このロック。いいね。この歌が珍しい。うわ、ハイドさん、いかつ。え、女性がいるぞ。おい、今の声高いの、ヒロ君？マジで？このコーラス？マジか！やば！やば！マジか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 ！あやや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 、全然わからんかったわ。ハイドさん来たーとか思ってさ。で、歌い方がどう表現すればいいのかな、 V っていう感じがしたんだよね。なんか
暗い感じがさ、結構最近のハイドさんはさ、もう最近って言ってももうね、あの結構そういうスタイルなんだけど、やっぱだいぶロックなんだよ。ロックなんだよ。うん。なんか、V のダークさってあるじゃない。なんか、それがね、強えな、みたいなね、強く出てんな、みたいなさ、全然、いやー、マイファスすげえな。女性の声入ってきた、とか思ったからさ、びっくりした。マジか、もう一回。歌い方がいいよな、罠。この裏が、ああ、言われてみればヒロ君だ。ああ。だいぶ、もうハイドさんからすげえ。あ、ヒロ君だ。待って、ヒロくんだ。うわ、えぐ。一周目だと、女性の方が、なんかミレイさんね、また来たのかなみたいなさ、なんかミレイさんかなとか思ったけど、えぐ。マイファスはね、カラオケで歌うときは喉潰すときなんだよね。今、ほぼ潰れてんだけど、毎日毎日やってるからさ、喉潰れてんだよ。ほんで、ちょっとこれ、ただでさえ高いのは分かってるけど、やばいなぁ。すごい。完全勘違いしたわ。えぐ。わからんって。まあ、言われれば分かるけど。美しいんだよな、どっちもどっちで。高っ。ここロックになるんだよね、また。うわすげえ。で、曲目、もう一回。はい。おー、とこしえ。この漢字でとこしえって読むんすか？絶対読めねえわ。普通に読んだら、えいくなんだよね。えいひさとかね。しえって読むんだ。とこって読むんだ。いや、読めねえな。外人には荷が重いでござんす。都合のいい時外人使うから。おー、煉獄さん！じゃーの、あんま炭治郎だもんな。おお、巡ってんな。これは何なんだ、この演出は。それぞれに演出ね、意味があって言った話なんだけど。5、6、1残し。気になんねえ。すげえ気になる。それで言うと、あの花びらも気になるんだよな。あの花びらもすげえ気になるんだよな。鬼滅は毎回本当にね、向いてる向きとかでさ、生存の話とかもあったりするんだけど、マジでね、もう細かいんだよな。サビ入るとこやな。ここだ。あの影も気になるな。ユシロくんデクなんでしょ、声優さん。俺びっくりしたわ。マジかってなった。うえーってコメントでもらってさ、デク感強かった。デクみたいな、強かったって言われて、うえーって言って、あ、デクみたいな。めっちゃびっくりした。超びっくりした。フルカウルでびっくりしたわ。1が5になるって、5っていうと、なんか最初の呼吸の人たちで5人とかだっけか。そうだっけ。より、
それで名前出てんの？ちょっとあれ、ちょっと曲がだから曖昧なんだよ。よりまで言いかけて、あれこれネタバレになんのかみたいな、より。これ、まあ、よりさん、よりさんでわかるでしょ、よりさん。さらう。よりさんの、ね、あの、お弟子さんみたいな感じで、これも、まあ、俺はまあ映像だけ出たやろ。5人だっけか、1つが5になってみたいな、散っていってみたいな感じなのかな。いや、わからんな。いやー、かわいそうやね。で、うずいさんがね、もうまだ、ああ、もうなんかこのね、この状態で全部が解決してくれたらすごい良かったなーっていうさ、解決しましたーみたいな感じでみんなこう言ってくれたらすげえ良かったんだけどな。うずいさん。今の歯はシンプルに歯なのかね、こう気になっちゃうんだよね。いや、すごいな。このハイドさんのスタイルは珍しいな。超珍しい。うん、すっげえ気になる。いやー、いいな、サウンド。超アチ。いいねー。いやー、すごいな。ハイドさんががっつり前に出ての、マイファスで、こう、ぐわーって押し上げてるさ、くわーってこうやってる感じ。すげーなー。神と歌って、なんかこう、神を祀ってますみたいなさ、なんか、そんな感じ。わかる言いたいこと。なんかちょっと、そんな感じが。いや、このスタートからえぐいよな。いや、美しいんだよ、映像も。いやよりもみたいな、あれすげえな。音のなんか波がやべえ。よりもいいもいいも、震わせるじゃなくていいも、音っすね。いいも、それを早くいいも、すげえな。いい、好き。なんか和だよね、和。おお、この影はなんだ。さっき一瞬影はね、あのねずこちゃんっぽくなったけど、ここはなんじゃらほい。ちょんまげついとるぞ。ちょんまげついてる。今の時代じゃねえのか。今の時代つうか、誰の助？誰の猪之助？誰の猪之助だ？ここに関しては、なんかちょっとねずこちゃんっぽかったけどな。いや、右腕ぶっと、まあ服ね、ギアサードみたいになっとるかな。こっちもなんかちょっと太くなってるからさ、おギアサード打つぞみたいな、これが羽衣でな、ディアーって。すいません、やかましいですね。ねずこちゃんっぽいけどね、ここはようわからんな。刺されてる。いやー、すげえ。高っ。カラスがズドを見てきてんだよな。今の足跡は？足跡使い、1秒、フレームだ、フレーム。無惨か。無惨の、はい、無惨がたどりつつの、あの、カラスもたどりつつの。そうなると、あの花は、5個の花は、始まりの人たちなのかな。これがわからんわ。家か。理解。家か。わかった。あれだ。炭治郎ファミリーだろ。炭治郎ファミリー。いや、おかしいや。二人残ってるかな。二人残ってるかな。だったら二つあるやん。うん、積んだわ。
炭治郎ファミリーかと思ったら、いやー紙一重でクソちげいますな。おーすげーな、えぐいな、超いいな、いや素晴らしいっすわ、あー素晴らしいっすわ。もう髪をフルでグーってこうあがめようみたいな、髪をあがめようソングっすよね。あーなんか聞いたら直近で、ロッキンわかんない、なんか直近でね、ロッキンと直近でかぶっとんな、ラップちゃうぞ、あのなんかイベントがあるみたいですね。でマイファスも出てハイドさんも出るとかって話なんで、何か起きるかもしれないっていうね、聞けるかもしれない、 OPED 共に聞けるかもしれないっていうね、最近のだからイベントごとみんながっつりチェックした方がいいですよ。ワンチャンね聞けるかもしれない、これめっちゃレアだから、めっちゃレアだから、こんなのやばいよ。全然ヒロ君だとわからんかったわ、マジでね。あの女性の方が歌ってんのかなっていう、あの高さ羨ましいよな、本当にもうすごいんだよあの高さはね。なんかもう誰もが憧れるね。あの一番最初にそう思ったのはね、 X とかね、あのカラオケとかで歌いたいなって思ったら、なんじゃこりゃってなるやん。ヒロ君多分余裕だろうね、X 高みたいなさ。で誰もが男の子を通るシャムシェードをね、シャムシェード、バンドマン大体みんなね通ってるんですよ。でロック好きね、あのカラオケで歌おうと思ったら、やっぱまあまあグレーとか当然や、ラルクとかも当然や、でもやっぱシャムシェードもね通るんだよ。でそこで高って言って、でラルクね、ラルクはなんかいけるのもあればいけないのもあるんですよ。だからこれがねハイドさんのその音域のね、広さというか、高い時高いんだよな、本当に高いんですよ、うん。だまあまあ前も言ったけど、ニューワールドとかね、ちょうど分かりやすいじゃないですか。なんか最初なんか、まあ、スタートも高いんだけど、まだなんか歌えるなみたいな。でサビ入った瞬間に、なやこらってさ闇裂けねえよみたいな闇裂けねえだろこれみたいな感じになってさ、すごいんだよハイドさんは。だから音域はもう凄まじいっすね、本当に凄まじいっすね、ラルクはだからおかげさまでいろいろと歌える、いろいろと歌えるけどみたいな。マイファスはちょっと死ぬよねみたいな、どれ言っても死ぬよねみたいな、これぐらいならいけるかな、はい無理みたいななんかそういうのはあるよね、絶対無理やろみたいなさ、っていうところではハイドさんは優しい。で英語の曲がね、最近は特にハイドさんね多かったりするんだけど、そうすると歌えないんだよね。ごめんね、ちょっと外人なんだけど、英語できねえ方の外人なんで、歌詞が全部英語だとオーマイグーネスっていう風になるんだよね。だから前も言ったみたいに、リプレイとかはね、アヘッドとかはなぜかいける。なんだろう。なんかいけるんだよね。わかる言いたいこと。なんかね、聞こえる英語、口にしやすい英語、なんか覚えやすいんだよね。めっちゃ覚えやすい、歌いやすい。やっぱ、歌作る人っていうのは、その、言葉の発音というかどう聞こえるかとかね、その発音一個一個やっぱ考えてるからこそのこのフレーズにするとかっていうのがあるんで、それが故に歌いやすかったり聞き取りやすかったりっていうのがあるのかもね。だから2個とかはね、いけるけど、最近のとかはね、わりかしそれ以降のやつとかは積みますね。英語できない外人は結構みんなこうヒヤーってなってると思いますみんないける、みんなカラオケ行った時に英語のやついける大変なんだよね。はい。ということでね。いや、もう嬉しい気持ちいっぱいよ。鬼滅分かってんじゃん。分かってんじゃんと、ここから目線。分かってんじゃん。これなんだよ。待ってたのは。はい。OPED ともにこの6さ。ね。いや、毎回でも、6なんだよ。毎回、程よく6だったりとか、まあ、やっぱ悲しい時は悲しいでね。そこのオンオフってのはしっかりしてんなっていうふうに思ってたんだけど、やっぱセンスがいいよね。本当にセンスがいいっすわ。映像1個音にしてもそうだし、誰を起用するのかっていうのも本当にセンスがいいっすわ。もう素晴らしいっすね。拍手です。拍手。はい、でやっぱね、コメントでも前回あったけど、どこまでこれが続くのか分かんないですね。アニオリをどこまで入れてくれるのかね、分かんないけど、でもそれでもなんか7、8話ぐらいじゃないですかみたいなね、コメントとかもいただいてたんで、どこまで行くのかっていうのすごい気になりますね。大体が11、12なんで、
どこまで行くのか、そして次がいつ始まるのかっていうのもね、できるならもうぶっ続けてやってほしい今日この頃なんですけど、いかがでしょうか。はい、ということで最後になります。グッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。また次回お会いしましょう。 See you next time!